今日のサムネとタイトル、釣りじゃないです。はい、皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、私ももか、本日夏休み2日目でございます。もう2日経っちゃったよ。というわけで、ももかチャンネル夏休み期間中は朝8時投稿に変わっておりますので、お間違いなく。もう2週間なんてすぐなんだろうな。はい、というわけで、本日のサムネとタイトルを見てね、びっくりして見に来てくれた方もいるんじゃないでしょうか。これね、もう先に言っときます。今回釣りではないです。皆さん最近こんなね、映画祭が開催されていることご存知でしょうか。こちら映画配給会社の松竹さんが企画した映画祭でございます。こちらも応募期間は終わってるんですけど、こちらなんとプロアマ問わず、一般からね、自宅でリモート制作した短編映画を SNS で募集してました。というわけで、こんな映画祭があるということで、まあもちろん私ももか映画なんか作れるわけもないですし、ちょっと私には無縁かなって思ってたんですけど、なんとそんな時にあるところからこのリモート映画祭に出品する作品に出てみないっていうね、お誘いをいただきました。なんとそのお話をいただいたあるところというのは、松竹芸能さんでございます。やばくない？というわけで、今回特別にそちらのね、作品の方に出演させていただきました。で、そちらの方には私の他にお姉貴同士のビビコさん、そして宮春さん、でかなみちゃんの松竹芸能のタレントさん3名と一緒に出演させていただいたんですけども、なんとね、プラスサプライズということで、当日までね、私知らされてなかった超大物有名女優さん、まあちょっと皆さんそちらはね、そちらの短編映画を見てからということで、そちらの方とね、私も共演させていただきました。もう内容はね、見ていただけたらわかると思うんですけど、もう今回ね、本当に私初めて演技というものをかじらせてもらったんですけど、まあぶっちゃけ始める前すごいなんかビビってたんですよ。ちゃんとできるかなって、本当にゼロだったので、まあなんか恥ずかしいっていうのもあったり、もうなんかね、直前まで不安でいっぱいだったんですけど、やっぱりね、某大物女優さん、もうその方が登場した瞬間にもうね、オーラやばいんですよ。私なんか不思議なんですけど、あんまね、恥ずかしくなかったんですよね、その時。まあ本当うちめちゃめちゃ演技下手くそで、動画見たらめちゃめちゃ恥ずかしいってなりましたね。もう本当にね、今回この貴重な体験をさせてもらったことによって、まあ、特にその大物女優さん、もう本当にその人の、ね、演技を見た時にね、純粋に痺れたんですよね。なんか演技できる人って本当かっこいいなって思ったりとか、なんかもう最初恥ずかしいとかビビってね、始まった撮影だったんですけど、まあ、実際これね、20分の短編映画なんですけど、撮影はね、もう本当半日かかっているんですよ。でももうその撮影が終わる頃には、恥ずかしいとか不安だった気持ちをね、はるかに超える、もう本当に女優さんめちゃめちゃかっこいいなっていうね、気持ちが芽生えました。もうね、本当これからちょっと、もし機会があれば演技とかもちょっとやってみたいなとかも思ったりもしましたね。ということで、今回ね、私が出演させていただいた短編映画、さあこれからどうする、こちらの動画をね、ご覧くださいってやりたいんですけど、こちらの動画は松竹芸能公式チャンネルの方で上がっておりますので、ぜひそちらを見てみてください。詳細は概要欄に貼ってありますので、ぜひ皆さんそこからピョンって飛んでみてみてください。ちなみに今回ね、一緒にご一緒させてもらったビビコさん、宮春さん、かなみちゃん、そちらの3名の、ね、松竹芸能の方も皆さん YouTube チャンネルやってるということで、概要欄にね、そのチャンネルも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、ちなみにお姉の貴同士のビビコさんなんですけど、映画の中でもね、めちゃめちゃパンチのある役をやってくれてるんですけど、実際本当はね、めちゃめちゃ優しい人でした。ちなみにビビコチャンネルさんの方では、ちょっと私これめちゃめちゃおすすめなのが、夏恋占いっていうのをやってまして、ビビコさんね、占いガチ勢なんですよ。で、この動画はサンタクタロットって言って、動画の中でビビコさんがね、タロット3枚選んだのを出すんですよ。そっから自分がどれか選んで、そのね、選んだタロットによって占いの結果とかを教えてくれるっていう、めちゃめちゃ当たると有名なね、そういうのもあるので、ぜひチェックしてみてください。まあ、ちなみに私が選んだタロットは、まあこれはちょっとまだ言えないんですけども、ぜひ皆さんやってみてください。はい、というわけで、今回はももか初短編映画出演ということで、お知らせの動画をね、撮ってみました。ぜひね、この動画が見終わったらね、そちらの動画、まあ、短編映画を見てみてください。そしてね、見た感想などありましたら、まあ、こちらの動画でもいいですし、そちらの短編映画の方のね、コメントの方にも書いてくれたら嬉しいです。グッドボタンも忘れずに。
ぜひね皆さんこれでももか盛り上げていただければ、ママンちゃんもしかしたらお芝居の話があるかもしれませんので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後にもう一回言っておきます。私お芝居めちゃめちゃ下手くそですから、本当にもうそこはもう触れないでください。というわけで、まあ、ももか女優の道これが第1話になっちゃったりして、ぜひね感想お待ちしております。それでは皆さんバイバーイ。めちゃめちゃ緊張した。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.